私は壁の外から来たエルディア人、壁の王よ、今すぐ壁に攻めてきた巨人を殺してください。妻や子供たちが、壁の民が食われてしまう前に。罪から逃れてはいけません。私は巨人大戦の悲劇で悟りました。誰かが人の手から巨人の力を守らねばならないと。世界を守るためには我々は罪を受け入れ、滅びゆくほかないのです。あのお姉ちゃんとは気が合いそうだが、この一家はここでグリシャによって皆殺しにされる。お前はかつてこの記憶を見たと言ったな。そして父親に深く失望した。あれも嘘だったの。私の家は破壊された壁のすぐそばにあり、そこで妻と息子と娘と暮らしている。あなたが壁の民の記憶を奪ったから、ただ訳も分からず巨人に食われることが贖罪だというのか。いいえ、我々がいくら反省したところで、我々エルディア人が奪った人々の命を戻すことはできません。しかし壁の外の人類の命を奪うことを防ぐことはできる。死ぬのは我々エルディア人だけで済むのです。私を説得しようなど無駄なことです。そして私から始祖の巨人を奪ったとしても、あなたでは分かっている。私が始祖の力を使えないことは。9つの巨人にはそれぞれの特性がある。私に宿る進撃の巨人にも。進撃の巨人は未来の継承者の記憶をも覗き見ることができる。未来を知ることが可能なのだ。未来だと？どういうことだ、エレン？私はここで始祖を喰らい、王家の血をここで絶やす、そういう未来だと決まっている。見えない。できない。私に子供を殺すことなど、過去が変わるわけがない。もうその男を生かしておくわけにはいかないよ。早く殺してよ姉さん。私たちの楽園が壊されちゃう。フリーダ、みんなを守って。何をしてる。立てよ父さん。忘れたのか、何をしにここに来たのか。犬に食われた妹に報いるためだろう。復権派の仲間に、ダイナに、クルーガーに報いるために進み続けるんだ。死んでも死んだ後も、これは父さんが始めた物語だろう。